じゃーん。はい、ガルさんです。よろしくお願いします。新たなアイテムを、妻の、ちまこちゃんと一緒に考えました。パンダです。はい、じゃーん。かわいいでしょ。まあ、クマと似てるんだけど、これを作ってみたいと思います。名前は、こちらです。はい。タンタンです。名前を付けました。タンタン。パンダのタンタンです。お花をあげているシリーズです。よろしく。いきましょう。同じですからね。今までウサリンから7人目のお友達なんですけれども、辿ってみてくださいね。作り方はね。はい、いきます。これはね、僕が前から言っているジェマールの、5インチですね。これ、丈がすごく長いので、とても作りやすいのでおすすめです。いきます。まあ、ちっちゃめに膨らませていきましょう。もう一つ、体を少し大きくしています。だから、これとこれを比べたら、ちょっとだけでっかいかな。もうちょっと行ってみようかな。このぐらい。これで違うでしょ、大きさがね。はい、これをこういう余った風船を使ってやってみたいと思います。こういうの余った風船ね。うん、はい、いきます。一緒に結んで、片手結び。これ残った風船の半分切っておいて、色の濃いところに向かっていきます。僕は親指を使います。迎えに行ってあげて、つまんで回す。引っ張って回す。これで。ですね、へっこんでる方とそうでもない方、同じことをします。ここに向かっていきます。引っ張ってます。大きさがちょっと違うでしょ。こっちを体にします。はい、このあんまりへこんでないもの同士を結んでいきます。これあくまで僕のやり方だから、みんな自分のやり方を考えてみてもいいけどね、もちろん。いきます。持ってクロスして、クロスして引っ張って、いらない風船は捨てます。くっついてくれました。はい、これを置いておきますね。次、これはセンペルテックスさんのブラックですね。センペルテックスさんのブラックを使います。真ん中までいかなくても4つともいっぺんに切りましょう。これはあと使う系統とってね、これ。はい、いきます。まず手を、まあ耳と手を作るんですけども、手を作ります。こっからの空気を送り込んでいく。根元を結びます。鉢はこっちが結んだでしょ。はい、同じものを作ります。さっきのと比べてこのぐらいか。根元を結びます。
手なので手はちょっと尺の長いようにした方が後で調整が効きます。一緒に持って引っ張ってます。はい、これ置いときます。次、耳を作ります。耳の大きさも自由でいいけどね、もちろんね。はい、根元を持ってきます。はい、もう一個。セペルテックスの黒はね、いいんや、すごい。なんじゃろうね、この粘り、粘りなんですよ。たまらないね。もう本当助けられたんだよね、テレビの時。はい、これはね、ここにつけるので短めの方がいいかな。このぐらいでいいと思います。いらない風船はここでカットします。この粘りすごいよ、本当。こんな感じとさっきの手ですね。まず手からつけましょう。いくね。回して、うん、はい。耳をつける前にここにピンチツイストを一つ入れましょう。ちっちゃいピンチツイスト一つ。160でもいいし260でもいいんだけど、ある方でいいです。ピンチツイストを一つ作ります。これ160で作ってるから160に揃えてみるね。これ結んで空気を下に送って、ここでピンチを1個作る。だから、こことここ真ん中を押さえて、こことここを近づけていく。これゆっくりね、ビューンと結んで、もう一回。はい、これもちょっといらないんで先を切ります。こうなったでしょ。これをね、ここにつける。僕は2本持って、ここを持って引っ張る。ギューンと優しくしないと摩擦で割れるんで、ちょっとこれでいいです。ただこう入ってくれるでしょ、はい。あと埋め込むこともできるからね。これをつけます。ここにつけるんだけど、片っぽを持ってこの白いところにくるくるっと回していく。持ち上げつつ、もう出っ張ったらね、中に入れる。入れた後にこれを両サイドに持ってくる。まあこんな感じかな。はい、いいね。パンダちゃんの足を作ります。残った260のセンペルテックスさんの、やっぱり短い方が可愛いかなと思って短めにしました。ちっちゃくてもいいかな。この半分ぐらいでいいか。こういう時はこう引き寄せながら間を通したりして近づけるんだけど、黒とかは普通こうやってったら摩擦でなんか割れやすかったりしたんよね、今まではね。てきりてコロテックスさんとかジェマールが悪いとかじゃなくて、センペルテックスさんがすごくいいだけなんですよ。うん、白のこれはちょっと尻尾大きい方が好きだから、パンダの尻尾って白なんよね勉強になりました。はい、さっきと同じようにこれもこうやってやってもいいし、こっち側につけてやってもいいよ。こっち側につけてやってもいいよ。こっち側つけてやってみる。はい、結んで結ぶ。で、ちょっとまあ空気を抜いて、長いから
これも結んで石結んで、これをピンチツイスト、まあでっかいピンチツイストにします。親指で真ん中を押さえて、僕のやり方はここに近づける、こっちが結んだところに近づけて回して、これでいいと思います。これでどうかな、はい、こういうのができましたね。これをここにつけます。グインと中に差し込みながらこれを引っ張ってくる、結構テンションをかけた方が止まってくれるので、これでほら、かわいい、かわいいわ、欲しいバルいいな、バルーン、バルーン、今年の目標バルーンだけで生活ができるようになること、今年の目標バルーンだけで生活ができるようになることです。はい、じゃあこれでお花は最後作りたいと思います。お花はちょっとまあ、あの世界で一番簡単なお花だと僕は思っているので、丸を正面にするとちゃんとカチッと合ってくれるし、いちごの花とかは、いちごのハンドバッグとかはこういうので作っているから、よかったらこういう花もね、速攻性があって喜ばれると思うので作ってあげてみてください。260でも160でもいいです。260だったら結構大きくなっちゃうので、とにかくちっちゃい丸を作ります。3つこのぐらいかな見ながら柔らかくして、これでいいね。真ん中を切って空気を抜いて片手結び、つぼみは、なんかミントグリーン綺麗だなと思ってミントグリーンにしました。大きくても小さくてもいいよ。はい、つけてます。こういう時はここをこの真ん中に近づけたいので、出発点を見て、あ、じゃあ反対側に行こうかなと思って僕はやってみます。ギュンと引っ張る、ギュンと引っ張って結ぶといいと思います。お、かわいいね、優しい色よね。タンタンだから、淡い淡い、タンタン淡いんです優しいんです彼は。女の子、男の子。はい、花をつけます。花をつけるときはこう前に持ってきて長めに取っておけば楽なので、一回こう体を回します。回しておいてギュンと引っ張って、上にしたい花びらのところを一周回す。でテンションかかってるなと思ったら引っ張ればいい、引っ張って引っ張って、うん、おお、できた、かわいい、簡単です。はい、それでは顔を描きたいと思います。顔が問題です失敗許されない顔を描きたいと思います。いきます。どう、こっち向いてくれる？あー、そうか、僕が描いたの違うよね、あのちなみちゃん描いたやつはね、うまいんだよな。ちょっとそれを意識しながら描いてみたいと思います。これちょっと違うよね。いきます。この距離でピントが合ってますよ、私老眼が。
うん、目の問題は、まあ、鼻と口描いた、ちっちゃめにした。これね、ちょっとね、そうなんや、うん、こっからも難しいよね。こう外枠を作ってから僕は塗っていく。なんかね、白枠を残したりとかして、あと塗りつぶすとちっちゃくなるよね。あんま僕はうまくないんだと思うんだけど、ピント合ってないんよね。もうああ、まあいいか。年取りたくねえな。でもいいんだよ、年取った方が。はい、一個できた。こっち。面白いよ、年取った。ですよね。はい、若いけどごめんなさい。この左右対称に描くのは難しいよね。行こう。そうです、そうです、そうです、そうです。うん、まあまあ、まあまあかな。ちょっと、さっきよりも。うわ、目が大きくなったけど、これ潰していきます。楽しいバルーン。これもさっき急に思いついたんよ。あの、ちなみにちまこさん、あの、見てくださってありがとうございます。ちょっとまあいろいろあって、また今度お話しさせていただくので、ちょっと正直バタバタしてるんですよ、あの、我が家は。であることがあって、あの、まあ、創作活動はできてないんですけれども、ちなみにちまこちゃんもまた復活すると思うので、長い目で見てあげてください。とてもいいものを作るので、オリジナル、彼女のオリジナルの世界ですからね、あれはね。だからぜひ見てほしいなと思っています。よいしょ。やっぱりあれだな、難しいな、これは。こっから潰しすぎたら良くないもんな。なんか、もしいじるマーク。怖いな。あ！ほらね。もう塗ったらおしまいだからな。目の大きさが違うね、ちょっと。まあいいか。はい。楽しい。20分になるじゃん。編集しますよ。お花とかはね、ちょっと走るかもしれないんで。こんな感じか。いいか。あ、もうちょっと横に大きいね。楽しい。楽しいですね。最後に、ほっぺたを描きます。ほっぺた。タンタン上に淡いピンクでございます。こんな感じかな。お、いいじゃん、できた。はい、できました。タンタンでーす。わー、こっちというわけで、今日は、7人目のお友達であるお花を、これもともと患者さんにあげるっていうテーマで作ったものなので、患者さんになんかね、成果ってなかなか難しいけど、今はね、入院はね、だから入院患者さんとか外来患者さんに花を持ってキャラクターがあげたら喜ぶかなと思って考えたアイテムなので、このシリーズはどんどん続けていきたいなと思っています。アイデアが浮かんだらね。はい。それでは、ありがとうございました。7人目はパンダのタンタンでございます。よろしくお願いします。じゃあ、登録もぜひ、please subscribe。登録よろしくお願いします。頑張ります。楽しみます。何よりも。それでは、see you next time. See you next time. バイバイ。タンタン。